子供たちはオイラたちが苦労して用意した木彫りを気に入ってくれたかな。一緒に見に行ってみようぜ。星と深淵。これか、あの一番プクプクしててプルプルそうなやつが欲しかったのに、はあ、お小遣いをもっと貯めよっと。絶対すべてを集めるぞ。あれ、毎日買いに来てるわよね。まだコンプリートしてないの？あのアランダラ木彫りセットを買えば1セットで7種類が入ってるのよ。それじゃサプライズにかけるじゃんかよ。私はサプライズなんていらないわ。全種類を集められればいいんだもん。これこそ真の心がけよ。今日はモラを貯めてはるばる木彫りセットを買いに来たの。あ、すみません、先ほどキャシトさんにお売りしたのが最後なんです。本日の商品はもう売り切れてしまいました。新しい職人を募集しているところですので、また明日いらしてくださいね。わかったわ。それじゃあまた明日来る。待ってちょうだい。アランダラ木彫りを商品だなんて呼んじゃダメでしょ。そうだそうだ。すみません、私が悪かったです。すまないな、今日のアランダラ木彫りは売り切れちまったんだ。売り切れ？そんな、あと何個か買って明日遊びに来るいとこにあげるつもりだったのに。わかった、じゃあこうしよう。お前はラーゼィの家の近くに住んでるだろ。明日の朝出来上がった木彫りをお前の家に届けるよ。ありがとうファイズのおじさん、忘れないでね。ああ安心しろ、アジャンタ彫刻店は絶対に子供たちの期待を裏切ったりしない。おった、またお客さんだ。すまないが、うちのアランダラ木彫りは今日。ああ、お前たちだったのか。この度は助けてくれてありがとうな。本当はきちんとしたお礼をしたいところなんだが、見ての通り最近は忙しくてな。お前たちがいなきゃきっとアジャンタ彫刻店創業20周年の日は全く違う景色が広がってたかもな。全部ラーゼィのおかげだ。まだ若いのにこんなすごい発想を持ってるとはな。おお、そうだ、感謝の意を表してな、試作アランダラを記念としてお前たちにやることにしたんだ。うわ、なんだこれ、そのすごく。そうそう、心が震えた。見た目は不思議な感じだな。これを受け取るかどうかはもうちょっと考えさせてくれないか。過ちを犯したアランナラの父は自ら過ちを認め、アランナラの息子から許されたか。子供たちはこの物語を気に入ってくれると思うけど、アランナラの父が自ら過ちを認める理由が甘すぎるかも。物語にアランナラの親子が一緒に苦難を乗り越える話を追加するのはどうだい？そうすればお互いに理解し合えるし、アランナラの父親だって息子が苦労している姿を見れば苛まれるだろ。それじゃあアランナラの父が苦しんでる時、話すスピードは速い方がいいかな、それとも遅い方がいいかな？それはアランナラの息子によるかな。話すスピードが違うと面白いかもしれないね。おーい、ダンジさんにラーズィー。
父と一緒に新しい童話の内容について話し合ってるんです。今後は僕から童話をみんなに語ることになります。でも多くの人の前で自分の物語を語ると思うとやっぱり緊張しちゃって、だからどういうところに気を配った方がいいかを聞いているんです。おお、スメールに若い童話作家がまた一人増えそうだな。君たちに感謝するよ。君たちが現れなかったらラーズィは本当に私を置いていってしまっていただろう。本当によかったぜ。うまく解決したみたいだな。でも一つだけ不審な点があるんだよな。ん？どうした？私が手伝ってやろうか？アビディアの森にあったあの木のうろには、なんでモンド人が残した紙切れがあったんだろうな。なんで未だにそんなこと気にしてるんだよ。単なる偶然だろ。偶然。秘密を紙切れに書いて木のうろに置くのなんてよくある習慣だよ。気にすることなんて何もないと思うけど。わかったよ。実は私も秘密や悩みを抱えてるんだ。それに秘密を木のうろに話す習慣があって、でも今のラージーとタンジェさんを見てあることを思いついたんだ。旅人、私の木のうろになってくれる？開けたわね。情けない最後ね。
早く傘の下に入りなさい。君が病気になって体を壊したら復讐する相手がいなくなっちゃうじゃない。貴族たちの古いしきたりなんて聞き流してちょうだい。いつか私みたいに何百条ものしきたりを暗記させられても本気にしなくていいから。
まだ研究が残ってるのに。罪人にも幸運な時ってあるのね。それ。わめきなさい。
ついてきて。それ。早く。や。わめきなさい。よっ。星とし。
界が開けたわね。開けたわね。それ、砕け散れ。はっ、やっ。
へい、よっ、ふん、早く。わめきなさい。へい、そら、粉々だよ。ってあるのね。
ト。それ。やっ。エクレマシ。ソーランの憩い。海のちぎりよ。ヘイ。ほっ。セイ。Thank you.
you